夜は墓場で運動会、楽しいな楽しいな、お化けは死なない、病気も何にもない、ゲゲゲゲゲのゲみんな。ゲゲゲの鬼太郎、逆襲妖魔大決戦。で、出たー愚かな人間どもよ、生贄の子供を差し出してもらおうか。グズグズしてるとお前たちから取ってくちまうぞ。いけ！うわぁ！村人を苦しめていたのはお前だな。何者？ゲゲゲの鬼太郎だ。こいつはタンタン坊じゃ。100年前、徳の高いお坊様によって四国の妖怪館に封印されておったはずじゃが、その封印が解かれておったとは。タンタン坊、今すぐこの村から出ていくんだ。妖怪であるお前がなぜ人間などの味方をする。この俺は人間どものおかげで100年もの間、暗い場所に封じ込められていたんだぞ。あくまで人間の味方をするというならば、お前から食ってやるだけだ。こりゃ、話の通じる相手じゃなさそうじゃ。仕方ありませんね、お父さん。行くぞ、タンタン坊。攻撃の時にちゃんちゃんこを使うなじゃ。ご先祖様の霊毛であんだちゃんちゃんこが痰を跳ね返してくれるぞ。
った鬼太郎、さすがはわしの息子じゃ。しかしこれらの能力を使うには妖力を貯める必要がある。ただし使えば使うほど妖力を貯める時間がかかる。無駄に妖力を使うのは避けるんじゃぞ。わかりました父さん。あれから月日は流れて。父さん。なんじゃ鬼太郎。日本もすっかり平和ですね。そうじゃな。あ、父さん、妖怪ポストに手紙が2通も入ってましたよ。どれ貸してみろ。最近は妖怪たちもおとなしくしていると思ったんじゃが。父さん、何かあったんですか？岩山周辺で落雷の事件が絶えないそうじゃ。おそらくこれも妖怪の仕業じゃろう。こりゃ少し調べてみる必要があるかもしれんの。どうやら妖怪墓場に夜な夜な墓荒らしが出るそうじゃ。どうも妖怪が絡んでおるようじゃ。
また来たろう。出したら見境なく人間をさらってしまう。そうなる前に奴を止めるのじゃ。鬼太郎、奴の武器は雷じゃ。奴の繰り出す落雷に注意するのじゃ。you
手ごわい相手でした。しかしこれでここも平和になるじゃろう。たちが駆けつけてくれたぞ。これからは仲間の力を借りて妖怪退治に向かうんじゃ。鬼太郎、手紙が届いておるぞ。最近岩山近くの祠でダイヤモンド鉱山が発見され、欲にくらんだ人間が押しかけておる。呆れる話じゃが、そこへ行った者が帰ってこないそうなんじゃ。嫌な予感がするわい。雪山のふもとの村で行方不明になる者や氷漬けになって発見される事件が続いているそうじゃ。不思議じゃのう。あそこは吹雪もなく穏やかなところのはずじゃが。
く来たな、来たろ。お前が潜り込んだ隙に岩戸を閉めたぞ。お前は黒のネズミだ。来たろ。妖怪のくせに人間の味方をしよって。私たちの邪魔をした罪は重い。おとなしく氷漬けになってもらう。なんと雪男の雪女もおったのか。日本の冷凍妖怪が揃い組じゃな。奴らの動きに注意して戦うんじゃ。これで魂を抜かれた村人たちも助かりますね。そうじゃな。あやつらもしばらくは悪さできんじゃろうて。さて、帰って茶碗風呂で温まるとするか。頼むぞ、鬼太郎。いいですよ、父さん。
事件の元凶だな。ワニは王者、こいつは欲深い人間をダイヤモンドにしてしまう妖怪じゃ。奴の口から吐く攻撃には気をつけろ、キタロウ。キタロウ？お前がキタロウか。人間どもの肩を持つ小賢しい奴め、早くダイヤモンドにしてやるわ。これでここも安全になるでしょう。そうじゃのう。しかし欲にくらんだ人間の心がまたワニウドのような妖怪を生み出すかもしれんぞ。心配性だな、父さんも。大丈夫、人間はそんなに悪いことばかりしませんよ。それもそうじゃの。届いておるぞ。どこからともなく妖怪が現れて百足村を荒らし回っているらしいの。被害が大きくならんうちに百足村へ急ぐのじゃ。屋敷に妖怪が出て困っておると手紙に書いてあるぞ。ふむふむ、うん、ようやく手に入れた我が家に妖怪が住み着いてしまったんじゃな。人々も幽霊が出るだのと騒ぎ立てておるようじゃ。さしずめ幽霊屋敷といったとこかの。Thank you.
真っ暗だ。ここは鶴ベビと一緒に行こう。父さんも気をつけてくださいね。出て行け。誰だか知らんが、我々の邪魔をする者は消えてもらうまでだ。鬼太郎、やつは強力な神通力を持っておる。気をつけるんじゃぞ。
これで安心して元の生活ができるでしょう。いつの時代でも心の隙間をつき人間を食い物にする妖怪が現れる。わしらも日頃から妖怪につけ込まれない強い心を持っていなくてはいかんな。
設備のためとはいえ、人間はムカデを取りすぎたんじゃ。大ムカデの気持ちもわからんでもない。互いに度が過ぎてしまったんじゃろう。人間と妖怪が共存するためにはもっと話し合いが必要みたいですね。届いておるぞ。何でも妖怪墓場の先にある大きな洞穴からガキが現れるらしいぞ。もしかすると現世とあの世をつなぐ穴かもしれん。このまま放っておくわけにもいかんじゃろう。鬼なき墓場で大型妖怪の目撃弾が絶えず届いておる。鬼なき墓場の先は涙草原。とにかく調査をしてみるんじゃ。真っ暗だ。ここはツレベビと一緒に行こう。父さんも気をつけてくださいね。
は何者じゃ。父さん、何ですかこいつは。鬼太郎、この方は八木王さんじゃ。あの世のガキを取り仕切っておる。え、ではこの方に話せば解決できるかもしれませんね。何をごちゃごちゃと抜かす。ここへ侵入したからには覚悟はできているんだろう。待ってください、僕たちは。うるさい、黙れ。ダメじゃ鬼太郎、もう戦うしかないぞ。死なん。いつまた襲ってくるかわからん。急いで出口まで行き、現世とあの世の穴を塞ぐのじゃ。そうすればガキがこれ以上地上に出てくることはなくなるわい。わかりました、急いで戻りましょう。
忍んで相手の動きを読む。これぞ妖怪退治の極意じゃ。 届いておるぞ。 樹海で妖怪たちが人々を襲っているらしい。 一体何が起きているんじゃ。
ここは。来たろう。よく来たな。お前は、タンタン坊。そう、タンタン坊よ。ただお前に復讐するため、地獄から戻ってきたのだ。お前は人間に恨みを持つ妖怪たちに奇襲をかけさせ、復活する時間を稼いでいたのさ。あわよくばと思ったが、まあいい。こうして再び復讐の時が来た。来たろう。今日がお前の最後だ。タンタン坊の旦那、こんな子供に何を恐れているというんだい。そう言いなさんな。なかなか可愛い坊やじゃないかい。でかい口叩くのはこいつの首を取ってからにしな。バカにしようって。しかし、タンタン坊でも苦戦したのに、かまいたち二口女とつるむとは、心してかかれ起きたろう。わかりました、父さん。覚悟しろ、鬼太郎。来るぞ。Yeah!
度までも。おのれ鬼太郎。よくやったぞ鬼太郎。お前の勝ちじゃ。あれから月日は流れて。父さん。なんじゃ鬼太郎。日本もすっかり平和ですね。そうじゃの。大変じゃ鬼太郎。テレビを見ろ。どうしたんです？緊急ニュースをお伝えします。一晩にして突如現れた謎の空中城は現在太平洋上空を横断し日本に向かっているとのことです。この事態を重く見た日本政府は至急対策本部を。父さん。これは海外妖怪たちの空中妖怪城じゃな。空中妖怪城。そうじゃ。かねてから日本侵略を狙っていた海外の妖怪たちは先の日本妖怪同士が争ったことで妖力が弱まった隙を見逃さず一気に侵略してきたのじゃ。なんだって。父さん、日本のために僕は空中妖怪城に行ってきます。鬼太郎、海外妖怪たちは兄弟じゃ。くれぐれも油断するでないぞ。わかってます、父さん。すごいパワーの持ち主なんじゃ。
じゃないか。ようこそ。私、ラグレシアと申します。ゆっくりおくつろぎください。ラグレシアじゃと？おい、キタロウ、大変じゃ。わしらは罠にはまったようじゃ。この部屋全体が妖怪の住みかだったんじゃ。なんだって？
罠にかかるところでした。よく来たな、東洋の小さな島国の妖怪。僕は日本の鬼太郎だ。鬼太郎？おお、あの有名な鬼太郎か。日本を占領すれば全てが我々のものとなる。真の妖怪大統領が誕生するのだ。鬼太郎、お前を倒せば後の日本占領などたやすいこと、妖怪大統領誕生のための礎となるのだ。ドラキュラじゃ、今まで戦ってきたどの妖怪よりも強力じゃぞ。気をつけるのじゃ。行くぞ。強大な容器は外か。ビアード ものすごい妖力じゃ。こいつが黒幕だったのか。私と勝負したけど、
ここまで来い。小さな国の小さな妖怪がこの私に立てつくとは身の程知らずだ。真の恐怖を教えてくれるわ。あれから月日は流れて、父さん。なんじゃ鬼太郎。日本もすっかり平和ですね。そうじゃの。あ、父さん、妖怪ポストに手紙が入ってましたよ。どれかしてみろ。
最近は妖怪たちもおとなしくしていると思ったんじゃが。父さん、何かあったんですか？おい、鬼太郎、大変じゃ。村に強大な妖怪が現れたそうじゃ。本当ですか、父さん？うむ、行くぞ、鬼太郎。はい。手紙が届いておるぞ。ゲゲゲの鬼太郎、逆襲、妖魔大決戦。仲間を紹介してやろう。おい、なんだい？容器計算装置。
悪い妖怪が近づくとそいつの妖気を感じて髪の毛がピーンと立つんじゃ。目玉の親父のベッド、鬼太郎の左目にはわしのベッドがあるぞ。はい、鬼太郎は水の中でも呼吸できる強靭な肺を持っておるぞ。発電袋、体の中で強力な電気を作ることができるのじゃ。金縛り装置、触れると相手を動けなくするんじゃ。妖怪蛇、鬼太郎は胃の中に蛇を飼っておるんじゃ。ピンチの時は飛び出すんじゃわい。エネルギー袋、ここに鬼太郎のパワーが溜まっているぞ。1ヶ月も使えるほどのパワーがある。なんか用か。脳みそ、人間にはその仕組みがわからない謎だらけの脳みそなんじゃ。なぜこうなったかはわしもわからん。地獄テレビ、これは遠くで起こっていることをその場で覗けるテレビなんじゃ。目、三重レンズのおかげで暗い場所でもはっきり見えるぞ。耳電話、テレパシーのように遠くにいる相手とも話せるんじゃ。コンピュータ、虫や花、あの世のものとも話ができる謎の超小型メカじゃ。いい声じゃろ。ハート型心臓、形は可愛いがなかなか丈夫にできている心臓なんじゃよ。手、何にでもピシャーッと貼り付ける便利な手じゃ。爪、動物のように鋭い爪があるぞ。いつもは危ないから引っ込めているんじゃよ。砂町機関銃、砂かけは髪の毛が筒になっていて、そこから出す砂で相手の目をくらませるんじゃ。砂巻き缶、爪の間にある管から砂を吹き出して悪い妖怪と戦うんじゃ。砂缶、人間でいうところの血管じゃな。血液の代わりに砂が入っておる。腸、砂かけは食べたものを砂に変えてそれをエネルギーにしているんじゃよ。なんじゃ。鉄の頭、鉄砲の弾を弾き返しコンクリートさえ砕いてしまう硬い頭じゃ。真空脳、粉気を怒らせるとこいつが反発して大地震を引き起こすと言われておるぞ。重量変化液、体重を増やす液体が入っておる。これで自由に体を重くしたりできるんじゃよ。
ミーノ。体を守るために来ているんじゃ。雨風を弾き飛ばす力があるぞ。皮膚。長生きしているせいか、どこもかしこも石のように硬いんじゃ。塗り壁。目。霧の立ち込める夜でも視界は良好なんじゃ。霧発生装置。ピンチになると霧を出して姿をくらますんじゃ。貯水袋。塗り壁の食べた霧が水になってそれが溜まっているんじゃよ。骨格。塗り壁の大きな体に合った頑丈な骨じゃ。これで支えているんじゃ。蒸気だめ。圧縮した蒸気を溜めてあるぞ。蒸気噴出口。足の裏から蒸気を噴出してジャンプするんじゃぞ。なんな？骨質先端。一見柔らかそうなんじゃが、本当は刃物よりも鋭いんじゃよ。目。トンボにも似た目じゃな。小さいが驚くほど視力がいいぞ。空気調整機能。一旦木綿は飛んでいる時にここでスピードを調整するんじゃ。繊維膜。よく見ると全身が小さな細胞でできておるぞ。体。たった 0.5 ミリの薄さなんじゃが、意外と丈夫で切られてもトカゲの尻尾みたく生えてくる。何？猫目。暗闇の中でもよく見えるんじゃ。夜になると猫のように光るぞ。胃。ネズミ男のように何でもとまではいかんが、魚の太い骨でもすぐに消化してしまうぞ。変身機能。猫娘は猫が好む匂いを嗅ぐと変身してしまうんじゃ。そうなったら手がつけられんぞい。なんだよ。夢見る機能。ネズミ男の都合のいいことだけを考えられる。なんとも自分勝手な代物じゃわい。好奇心機能。こいつが発達しているのでどんなことにも好奇心が強いんじゃ。口臭袋。臭い息をためておけるのじゃ。その臭さは気絶するほどじゃ。まったくかなわんわい。舌。嘘を平気でつける達者の舌でいつも騒動を起こしてしまうんだよ。歯。食べ物ならば何でも噛み砕こうとするすごい歯じゃ。心臓。人間の5倍の大きさの心臓じゃ。
こやつが失敗にも懲りないパワーの源なんじゃ。胃、腐ったものでも消化してしまう丈夫な胃なんじゃ。皮膚病、世界でただ一人という珍しい病気を持っておるんじゃ。ゲゲゲの鬼太郎逆襲、妖魔大決戦。